現しました。あ、戻ってきました。申し訳ございません。ただいま、はい、あれですよね、はい、あの山城さんはいろんな地域を公開業界を回っていろんな、ね、うん、お店を見ていらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、地域ごとに違った、はい、うん、あ、はいはいはい、あのね、うん、全体的に暖かいんですよね、はい、県内地域は暖かい、はい、暖かいんですよ、うん、その中で土浦はですね、うん、やっぱりあの親戚の子供が来たみたいな、うん、ね、そういう暖かさ、はい、で地元取り出となるとやっぱり、うん、地元から出身ということでやっぱ応援するみたいな感じの雰囲気が出てるんですよ。あ、もうじゃあ取り出に行ったらもう、はい、もう山城さんといえば、いや全然そこまで浸透してないです、全然そんなんじゃないんですけど、うん、とりあえずなんか、うん、取り出出身ですって言うと、うん、あ、頑張れよみたいな感じ、いいですね、はい、牛久はもうさっき言ったようにも友達の感じですね、うん、おかえりなさーい、さーい、あ、おかえりなさいね、はい、で龍ヶ崎はね、うん、イエーイって感じなんですよ、なんか、おお、ノリがいい、祭りっぽい感じですかね、なんかただイエーイっていう、あ、でもなんかみんなそういうイメージありますね、そういう方が多い、そうなんですよ、うん、イエーイか、うん、おとなしいかのどっちかなんですよ、お、中間がいないです、なんか龍ヶ崎おとなしいところなんてありますか、ありました、ありました、職人みたいな感じは、そうです、でもね、人はやっぱりいいんですよ、うん、やっぱりどこも人はね、はい、いいですね、やっぱ茨城はね、茨城いいですね、はい、なかなか出れないですね、そうですね、出たくないですよね、出たくないです、はい、ということでね、はい、まあ、いろいろともりもり食べ山城のお話をですね、うん、お伺いさせていただきましたが、今後もまたね、はい、いろんな地域回ってそうです行くと、まだ牛久でも他に行くんですか、はい、今のところ予定はないんですけど、また、うんうん、チャミさんから紹介していただいて、うん、行こうかなと、また、まだ全然行きますよ、全然、あ、本当ですか、いや、はい、なんか結構もう、あ、もう牛久はあれなのかなと思ったんですけど、足りないです、あ、本当ですか、はい、もっと、じゃあでも今まで回ったところをメモると、はい、圧倒的にまだ土浦が勝っちゃってるんで、あ、そうなんですね、そうです、これね、ほぼほぼ いいですか、山城さんはね、はい、もりもり食べ山城ノートがあるんですね、いいですね、ね、そこに、ね、ネタもいっぱい書いてあって、うん、ネタ多分すごい面白い、うん、ネタのところは真っ白ですかね、うん、はい、で何にも書いてないですか、ね、ね、これからですね、はい、多分増えていくのではないかと、じゃあ牛久の方もね、まだいいですか、ま、全然行きます、うん、それでもやっぱランチが基本でも大丈夫です、食事2品ですよね、そうですですね、2品でランチじゃなくても別に大丈夫です、うん、あの、うん、あそこにいるすごい面白い人がいるところも、はい、ぜひ行ってほしいし、あの髪の毛が黄色い人のところですね、はい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 、全然行きますよ、いいですか、はい、あの覚悟して行ってくださいねそういうとこですか、そういうところいろんな意味で覚悟をしていって、あの本当に、はい、あのね、第二の人生が歩める、そうですね、新しい世界が見えるかもしれない、新しい世界をちょっと垣間見ていただくお店なんですけど、ちょっと遠距離恋愛になっちゃうなちょっと遠距離だな、うん、はい、歩いたら2時間ぐらいかかると思うんで、そうです、ダメですね、そうです、はい、はい、ぜひ、うん、試していただきたいと思います、はい、はい、じゃあですね、はい、別の話題ですね、あの今度は私またご紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあね、はい、うん、もう山城さんといったら、はい、私もこっちのイメージもまだね強いですね、そう、やっぱりね、うん、競馬だと、あ、もうギャンブルの、うん、はいはいはい、匂いが、お金の匂いがね、違うんです、そう、競馬はスポーツですから、うん、ね、何回も言ってます、競馬スポーツ新聞に載るんでスポーツです、そうでね、最近ね、私の知り合いもね、はい、あのね、全然そのギャンブルってイメージじゃなかったし、はい、パチンコもスロットも私やりません、大嫌いっていう子が、はい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 、私、競馬やろうと思ってって、ほう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 、そう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 、そうなんですよ、だから競馬はギャンブルじゃないんですよ、ギャンブルじゃないんスポーツ、はい、ロマンがありますからね、はい、ということで、はい、あのね、昨年ね、はい、実は山城さんまで、うん、チャンミューの、はい、また別の、はいはい、あの別の電波に乗った番組、はい、チャンミューマックスというですね、はい、ラニーニーさんの、TV さんのね、TV さんの番組で、言っちゃった、言うんですね、はい、やります、まあ、大丈夫です、はい、うんうん、で、山城さんはなんと有馬記念を、うん、有馬記念です、有馬記念ですよ、うん、有馬記念をね、見事的中させたという、すごいですね、伝説の男なんですよ、ね、あれ、結構前でしたよね、予想したの、そう、12月まだね、馬が決まってない時なんです、すごい、誰が走るのか知らない状況で、うん、これが走ってくるだろうと思って予想して、それがもうドンピシャでしたね、そう、いや、なんかどう思いますって言って、うん、数字をね、バーって出したんですね、確か、違いましたっけ、口で言ったんでしたっけ、ね、馬を言いましたね、確か名前、確か、え、数字ですよ、数字じゃないです、数字わかんないですもん、いや、数字を適当に言ったんですよ、馬ですよ、馬ですよ、馬、数字です、いや、あれ数字で、なんとかなんとかみたいなのを言ったんですよ、うん、はいはいはい、へえ、で、見事にそれが当たったんですよ、だからその通り買ってたら、よかったなって思った、そうですよね、言っただけで買ってなかったんです、そう、私はね、あら、いや、買ってないですよ、それを、うん、
それ後日当たってるって言われて、あれ何やってんだろうね。そう、だからそうですよね、はい、まあそう有馬記念って1年で一番大きな大会なんですか、その馬、そうです、馬の子たちには。はい、もうここで引退するっていう子もいるので。あ、そうなんだ、はい、今回もそういうのが2頭ぐらいいますから。あららら、あら、でも誰が出るのかはもう全然分かってないです。半分ぐらいしか分かってないんじゃないですか、今の段階では。あ、それは出る資格がやっぱあるんですか、この子は出てもいいぞ、いやお前は有馬向きだな、それもあります、有馬向きではないなみたいな、ないなとか、はい、あります、あります、それも。どうやって決まるんですか、うん、どうやって、有馬記念に出る子は。それはもう馬主さんとか調教師の人が決めるんですけど、うん、やっぱあんまりね、その競馬の概念がね、はい、うん、そうなんですね、競馬って何なのかちょっと1分で説明していただけますか。競馬って何なのか、はい、いや競馬はスポーツですだと全然わかんないですよ、はい、だってね、例えば、はい、ね、どのチームどのチームが戦って応援して勝ちましたっていうものなの、はい、え、違います、難しいこと言いますね。だって野球とか相撲とかわかりやすいじゃないですか、はい、ね、相撲は力士さんが波及に残ったで、はい、パーンってやって、いや馬も、まあ、よーいスタートで出て、うん、誰が勝ったですよ、分かりやすいじゃないですか、ほら、うん、だなんか、うん、ね、普通に、そうそうそう、でもそれにお金をかけるわけですよね、まあ、まあ、言い方によっちゃね、うん、なんかボルトみたいなことですよ、はい、あ、そうそうそう、まあまあそういうことですね、うん、陸上みたいな、うん、そう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 、陸上だと思ってるのか、そうそうそう、それがたまたま馬だった、馬が走ってるみたいな、はい、うん、そういうことですよ、分かりやすい、うん、分かりやすい、なるほどね、そうです、そうです、で、じゃあそれで、じゃあ今年の有馬記念を、はい、私は、初めて買おうと思って、うん、番号で言うということですか、そう、え、で前回番号だったんですよ、本当にすごいことを言いますね、番号で言うと、でもこれ簡単です、結構、あ、本当ですか、はい、あのね、有馬記念って、うん、世相っていう馬券があるんですよ、要は、あのアメリカ同時多発テロが起きた年は、うんうん、マンハッタンカフェっていうと、うん、アメリカンボスっていう馬が来るとか、うん、絶対そんなのないですよね、それあるんですよ、山本モナさんが不倫した時は、うん、アドマイアモナークっていう馬が来たんですよ、なんですごいでしょ、うん、こういうことがあるんですよ。じゃあやらせなんですか。いや、いや、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないですよ、やらせはないですけど、動物なんで、うん、いやだ、はい、だね、上に乗って騎手の人がこう、うん、操るわけじゃないですか、馬を、うん、だから、なんかこう、上の方、いや、それができたらでも逆にすごいですよね、まあ、すごいですけどね、うんうん、そうなんです、そうです、だから番号で言うんだったんですよ、うんうん、今年何が流行ったとなったらダメよ、いや、そっちじゃなかったんですよ、アナ雪の方だと思ったんですね、アリノ、はい、曲はレッドイットゴーじゃないですか、うんうん、レッツ1と5ね、番号出したら1と5で言ったらいいですよ、これ1と5、はい、じゃあ1、5で1、5で買いましょう、何ですかっけ、単勝馬連ですね、2頭だと馬連か馬単か、まあ、その1と5ってか1と5が1着、うん、2着に来れば当たりっていうふうに言えば、あ、なるほど、なるほど、はい、買いますか、いや、もう買います、どうやって買えばいいんですか、ネットネットか、あの、あそこにあります、何でしたっけ、アミアウトレットの近くに馬券買えるとこできたんで、うん、そこ行けば買えるんで、これ外れたらどうしてくれますか、外れたらその自動責任ですよ、競馬は、ね、だってね、面白さんが1と5、ね、山城さんが1と5、でも買わないですもん、多分1と5なんて、なんで今の段階で1と5って何が入るかも分かんないよね、馬が誰かも分かんない、いや、でも買います、私1と5、いくらから買えるんですか、100円から買います、あ、100円から、そうそう、100円でいいですよ、100円で、まあ、はい、そうですね、はい、板で追わないぐらいのね、そうそう、そうしてください、そうですよ、あんまりこうね、うん、バーンとやってもね、はいはい、でもあの結構周りでやってる人も多いですし、はい、JRA さんもありますしね、そうです、はい、コメントがね、ずっと困っちゃってしまって、はい、土井中さんがですね、はい、山ほにゃららさんだって言ってますね、あら、覚えてください、山城ですよ、まだまだちょっと ね、あの知名度がですかね、ちょっとカリアンさんがですね、はい、フランス食堂さん、マスターのキャラが独特ですね、お料理も美味しいし、とで、カヨさんもフランス食堂さんの写真見てるけど素敵なお店さんですね、超素敵です、うん、あのね、ランチお得ですよ、あの、まずランチ行ってみてください、で、夜、いや本当に美味しいんですよ、びっくりしますよね、びっくりする、もう高級なの味が、なのに、ランチはなんか1000ちょっとで食べれちゃうから、まずランチでって驚いて、で夜特別なって感じで行っていただくとすごいおすすめだと思います、うん、で、カヨさんがね、龍ヶ崎市民おとなしい、うん、分かるような気がするって言って、私でも龍ヶ崎市民おとなしい感じ、まあね、私の周りにいる人たちみんな激しい、多分そしたら嫌いな人たちを知ってるから、はいはい、
そうそうそう。で、かよさんね、山城さんの番組ブログいいねしてきましたって言ってあ、ありがとうございます。ありがとうございますね。で、大中さん、1円パチンコしてみたい人です。パチンコと競馬はまた違いますね。また違いますからね、はい。で、カリアンさん、私も買います。買ったら牛久のグルメ巡りで、イエーイ。じゃあ1号でもしも勝ったら山城さんみんなで乗ってみます、はい、そうですね。いやもう全力で応援しますよ。よくわかんないですけど、まあ何かわかんないけど応援することにしますよ。え、ってことはわかんないってことは、日頃からその馬を、はい、見ていて、この馬が走るの速いとか遅いのを見てるってことですか。そうです。あとも血統って言って、あ、塩、あ、そっかそっか、はい、サラブレッドをね。そう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 です。聞いたことあります、はい。それで予想してますんで、はい、あっという間にお時間で、また有馬記念の話で、うん、お腹いっぱいになっちゃうところなんですけど、はい、今後の、はい、有馬記念ではなく、はい、山城さんの予定を、告知をしていただきたいと思います。なんとですね、これもまた有馬記念なんですけども、その予想が松竹芸能ライブになりますんで、12月の27日に、はい、夜8時からですね、うん、これです。万歳総選挙有馬記念っていうのがありますんで、ニコニコ動画で流れてるのと流れてたのを、はい、ライブでやろうっつって、で今回はこれニコニコ動画では流れないんで、行かないと。そうです、行かないと予想が聞けないっていうね。え、ちなみに有馬記念っていつなんですか。12月28日です。翌日です。あ、そうなんだ。だからもう完璧な、いや、もう皆さん完璧に、うん、はい、二重丸とか丸とか三角とか欲しいとか、はい、そう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 、やってる。それは実際に山城さんは買われるんですか。それはもちろん買います。予想した時、予想したものを買うんですか。もちろん買います、うんうん、皆さん、1号です。はい、51じゃなくて1号。いや、生まれんだったら51でも大丈夫です。あ、その全然その辺が、はい、分かんないからね。どっちもいいってやつ買い方があるんで、それだったら大丈夫です。1号でもう51でも大丈夫です。生まれん、生まれんっていう、生まれん、はい、生まれんを買えばいいね、はい、大丈夫ですかこれ。生まれんで1号を買います、はい、もう分かんなくても、とりあえず生まれん1号覚えてください、はい、生まれん1号買ってみてくださいと、はい、で当たったら受けてハッピーですね、はい、ということですね。そんな山城さんの今後の野望、目標は。今後はですね、もうね、山なんちゃらさんって言われないことですね。山なんちゃら、ね、山なんちゃら、山なんちゃら、山なんでしたっけ。ちょっともうダメだこれ。なんだっけ、え、分かんないですか。誰でしたっけ。何、山中さんだった。山中、すいません、失礼しました、間違えちゃう。ちょっと大丈夫ですか。この番組 MC もダメなんですか。ちょっとね、ダメダメですかね。ちょっと山城ですよ。はい、ここですね、はい、ボリュームに食べちゃうみを楽しみ。違いますから。なんですかこれ、山食べ山城ですかね。山城ですね、と、はい、いうことでね、あっという間のこんな流れで終わりになっちゃいますけど、ね、あら早いですね。早いですね。じゃあ最後、はい、チャミュー TV のテイクさんご紹介してね、はい、エンディングとさせていただきますので、 VTR どうぞ。チャミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、牛久駅前活発化実行委員会様の提供でお届けしました。うん、はい、はい、ということで、いや山城さん、はい、うん、当たってる。当たってますよ、当たってますよ、大丈夫ですよ。ギリギリ当たってます、ギリギリ。ちょっと、ね、お忙しいスケジュールの中、いやいやいや、ご出演いただきました。本当にありがとうございます。これからまた牛久のお店にどんどん繰り出していただいて、はい、で、またその度に来てもらって、はい、出てもらって、ね、そうですね、いただいて。なんか痩せました。いや、あのね、10キロ太ってるんですよ。いや、これモリモリ食べすぎて、そうです、モリモリ食べやましょうで、10キロ太ってるんで、来年のダイエット企画をやるんですか。そうです、J-COM で。あ、じゃあ食べやましろは。いや、食べやましろやりますけど、ダイエット企画もやるってこっちが言い続けてればやってくれるかなと思ってるんで。あ、じゃあ増えるんだ。そうです。じゃあそれに出ます。私も出ます。そうですね、私もダイエット、ダイエット企画します。一緒に、一緒になるね。じゃあやりましょうか。やりましょう、一緒にやりましょう、はい、ということです。決まりましたので、はい、プロデューサーさんお願いします。はい、プロデューサーにお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、皆さん今日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうございました。また明日もウビルハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。ちなみに明日はバイオマス大井隊長さんがやってきますので、ぜひチェックしてください。それではおやすみなさい、バイバイ、バイバイ。